日本ジュエリーベストドレッサー賞10代部門の受賞者を発表いたします。We begin with the presentation for the teen category. 2017年にヒロイン役で主演した映画君の膵臓を食べたいでは、卓越した演技力が高く評価され、日本アカデミー賞を獲得。昨年は話題を集めた映画宣誓君主にもヒロイン役として主演し、今若手女優の中で最もブレイクしています。この方の持つ清純なイメージがジュエリーの透明感にぴったりだと大きな支持を集めての受賞となりました。 Winner of Japan Academy Best Newcomer Award. She is a rising star who embodies the pureness of a translucent gem. 発表いたします。女優の浜辺美波さんです。盛大な拍手でお迎えください。 Please welcome the actress 南浜辺。浜辺美波です、この度は本当に素敵な賞をありがとうございます、私は、このような賞をいただけたことを本当にまず心から嬉しく思う理由がございまして、私は、小学校4年生の後半、10歳の時にこの業界に入らせていただき、たくさんの素敵な女優さんが素敵なジュエリーをつけてかっこよく立っていらっしゃる姿をたくさん拝見してきました、ですが年齢的にも機会にも恵まれず、なかなかジュエリーをつけることができませんでした。なのでこう今今年18歳、今年19になる年ではあるんですけれど18になり、少しずつですがジュエリーをつける機会だったりジュエリーをつけさせていただくことが増えて、つけることができるように年齢になり、本当に嬉しく思っております、今ずっと憧れてきた女優さんたちのような、素敵な、ジュエリーのつけ方ができるように、これからも、身も心も磨いて、輝けるように精一杯頑張っていきたいなと思っております、本当に素敵な賞をありがとうございました。おめでとうございました。Congratulations.